どうも、おはこんばんにちは、オビドワです。フォールプレイ、プレイ再開していきたいと思います。今回はチャプター1のアクト3をプレイしていこう。ミイラのリーダーを最後に倒そう、墓のトラップ60秒以内に脱出しと、アクト中に75をコンボを成功させようというチャレンジが出ているんだけど、ミイラのリーダーを最後に倒そうはいけそう、墓のトラップ60秒以内が問題か。アクト中に75コンボは頑張れば、頑張ればいけるはず。きっと大丈夫。さて行ってみようか。はい、それは最悪というやつですね。非常に正確な観察力といえるスキャンプイ君、中に入る方法を見つけなくては。あのガイド、ほっとこうぜ。あのガイドは75コンボを繰り出そう。ここでは無理だ。まずあの名演技のゲージをね、貯めてからやろうかなと思っています。おそらくその方がいいのでは。あとはうっかり攻撃を食らわないようにしないといけないっていうのもあるけど、シンパーフェクトのね、やりつつやっていきましょう。どこら辺がいいんかな、あれを使うにしろ。どこら辺が一番敵が出るのだろうか、それが気になって。今のところね、普通にいけてますけど、おっと危ない、危なくてカウンターができない。今なんかやったら実はいけたんじゃないだろうか。絶対いけてた。惜しい。シーンパーフェクト、アクト中に75コンボ成功させ、惜しい。ここなんかどうでしょう、やってみよう。そういうところに限ってね、一発攻撃を思いっきりもらってしまいましたけど、いけるかなこれ。よし、いけた。あとはミイラのリーダーとトラップを何秒以内にクリアしろってやつですね。あれ、なんとか頑張ろう。いけたいけた、よかった。とりあえず一つと。ちなみにチャレンジを成功することでポイントも多めに入るんですかね、あの左上のやつですね。あれ、経験値も関係しているからちょっと欲しいんだけど。あ、いたいた、ガイド。エレベーターなんかチーンってなったよね。おそらくですが彼は大丈夫でしょう。あと追いかけるぞ。つまり救出作戦ですね。調査における予期せぬ副産物というところだ、スキャンプウィック君。ええ、人助けはいいことです。その通り。虫なんだけど、衣装着てるだけで、飛ぶんかい、本当に。いいでしょう。どういう仕掛けなんだ、ワイヤーがあるのかな。敵がモンスターなんだけど、服着た人だよね。一昔前の仮面ライダーのね、怪人にしか見えない。よし、エレベーター乗るんだ。だよね、周りが変わるんだよね。いいね、演出がいいね。古代の墓、悪魔との戦い、一刻を争う状況、ここがまさにそれです。ほほう、では行こうか。リーダーのミイラを最後に倒す、こいつか。ミイラのリーダーを最後に倒そう。よし、オッケー、分かった。痛い。あとこのミイラ、メガネをかけてるようにしか見えない。同類だ、同類。きっとメガネが本体なんだろう。はい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 。で、倒していいの？倒していいんだな、信じるぞ俺は。痛い。俺カウンターボタン押してるんだけど、できないのかなこいつは。おっと、はいはい、避けましてと。ミイラのリーダーを最後に倒そう、いけましたよ。あとはトラップを60秒以内にどうだらこうだらってやつだな。
どうだらこうだらではないけど、ダブルコンボやっていこうか。これ確かにコンボ数が2人同時に使用したら4倍になるってやついいですよね。コンボ数が半端じゃないことになりそうだ。あー飛んでるやつ出た。あコンボ数別にね100とかいけそうだよね、間違いなければ。おっとここら辺で100にはいかないかな。私の力量ではちょっと外してしまいそうな。おお絶賛の嵐、いいね。あ一回途切れさせてしまったけど、ああ即帰るのか彼ら。行こう行こう、出たぞリーダー。あちゃんと2箇所ぐらいね。あこいつでもリーダーマーク出てないですね。あの旗みたいなのが後ろにない。多分あの旗があるのってあれかな、チャレンジ的なのがある時だけなのかな。なんか1回だけプレイヤーに分かりやすいようにああいうのが出るってことかもしれないね。あのリーダーである必要ないもんな。それともリーダーだとちょっと HP が高めとかなのかな。すでにデカブツだからね。ああ2体出た2体出た、はい避けますよ。うっと、ああ当たってしまった。当たらないと思ったのにな。とっとふっと、さてとこれを発動してと。痛い、ふっと、どうなんだろうかな。ここも前回がねスター5個でクリアできたんだけど、今回厳しいかな。ちょっと結構ねコンボ数稼いでるといえば稼いでるんだけど、食らわなくてもいいような攻撃を今みたいな感じだね食らっている感じがすごいするね。あと前回手に入れたファイルドライバーを全く使う機会が現れてこないな。カウンターするような敵がそんなに出てきてない。できれば今回はチャレンジ全部クリアしたいところなんだけど、チャレンジをクリアしないとどうやらチャームが手に入らないらしいので、アクセサリーですね。とりあえずあと1つスロットがあるから手に入れておきたいところなんだけど、ふっとっとふっ、全力で走ってきたな。ふっとスターは本当にそのステージをうまくクリアできたかどうかを知るためだけなんだろうか。何か集めると効果が出たり隠しステージがアンロックするとかはないんだろうな。そういうゲームありますよね。どうやらこれは罠だな。スキャンプウィッグでどうやって破壊すればいいの。これ60秒だよね。心配には及びません。ダッシュフォースさんは常にこういう事態を想定しています。いいえ好ましい状況とは言えないようだ。急いでダッシュフォースさん、そこにいたら死んじゃうよ、急いでとのことです。心配いらない。これは君の言う通りだ少年、急がねばスキャンプウィッグさんも半ば死だ。ええー、その通りです。制限時間内に古代墓地から脱出してよと。こいつらを早く倒せばいいってこと。大丈夫間に合うこれ。これ2人プレイだったらすごい簡単だよね。すごいってほどじゃないけど、60秒以内はきついかな。あの少年には大変申し訳ないんだけど間に合う気がしないな。おいおい早男、そこ動くんじゃない。いけましたよ、少年の期待通りだ。よしこれで心置きなくクリアができる。誰がこんなものを残していったのでしょう。アルバグラの人々は悪魔をここで捕らえたのだ。スキャンプイ君、大昔ね。そして古の悪がこの都を破壊させた。崩壊だ崩壊。悪魔はどうやって殺したんですかね。殺していない、封印したのか。王と言っていたのは自らを総称しているならば。行くぞスキャンプイ君、敵は近い。おっとっと危ない。おっとさて今回もおっとゴースターいけるか。そういえばアンコールはどういう条件で発生するのかな。必ず発生するのかな、あのボーナスステージ。
あれですごい助けられてるんだよね。あれがなかったら前回のステージも 5ギリギリ行ってなかったんだよね。はい、発動。痛い。発動させたはいいけどもらってしまった。おっとおっとおっと、おお、食らってしまった。残念。それは全く関係ないんだけど、今回はおそらくレベルアップはお預けかな。ちょっとクリアまでには上がらなそうですね、この雰囲気は。ボス戦でいくら入るかにもよるけど。ちょっとよし、こいつらは硬いな。いくぜ、ボス戦か、そろそろ。おっちゃん大丈夫だよ。来た来た。いやー、こういう演出いいですね。こうなんだろう、舞台を本当にやってるとこういうこと起きるんだろうな。俺はあんまり舞台とかね見たことないんだけど、やっぱりあれですもんね、舞台って同じ舞台を2度見ても全く同じってことはないだろうからね、きっと楽しいですよね。こんな主人公が暴れ回るような舞台だったらね、ぜひ見てみたいですよね。少年がなんか言うたびにそれに応えようとしてくれるアクターとかかっこいいじゃないですか。スキャンブウィック君はまだ慣れていないような感じだったけど、ダッシュフォースはノリノリですよね。お、そしてなんとか星5個いけそうですよ。チャレンジをこなしてきたからなのかどうかは分からないけど、いけそうだ。ここはあれかな、これを発動した方がいいのかな。スペクタクル、あー、やっちまった。よし、ほうほう、逃げられたか。おお、これでとりあえずこのアクトは終了か。あ、デカブツも出るんだ。てかこいつらが多いな。痛い。タイムボーナス、ストライクだな本当に。これうまいことおびき出せればな、こう大量に一気に片付けることができるんだが、やっちまったか。スリリングなアンコール、クリアしましたよ。やった、星が5個だ。なんとかなんとかチャレンジクリア。新しいチャームオンロック続行。さてさて、単独したチャームを見てよ。攻撃を受けた時に減少する観客のムードが少なくなります。賢い冒険者は砂漠で虫を1匹ずつ踏んだりせず、まず大量に集める。スカラベの殻。賢い冒険者は別にスカラベを踏もうとは思わないのではなかろうか。そこら辺であれだけど、あ、他にも結構でも、あ、何が手に入るのか分かるんだね。獲得できる名声が 15% アップする。いいね。ムードメイトの上昇速度が速くなる。回避距離が 60% プラス。特殊アクションメーターが速くたまる。ダブルチーム攻撃に対する観客の反応が2倍になります。おお、観客のムードが低下する速度が少し遅くなる。パイルドライブの攻撃範囲が上がる。走る速度がプラス 20%。 特殊アクションが5秒長く持続。ああ、あれか、無限の砂時計、かっこいい。コンボが切れるまでの時間が少し長くなります。これいいね。追加攻撃が成功するためにコンボ数がプラスにされます。追加攻撃ってどういうことだ。ボタン長押しが必要な全ての攻撃が早く発動します。あ、あるんだ。最も希少で華やかな舞台衣装、身につけて舞台を騒がせよう。ほう、黄金の羊の毛と。さて次はアクト4、地獄のハーレムですね。ハーレム、そのままの意味なんだろうか、気になる。ちょっと気になるな。さて、ではまた次回でお会いしましょう。ホビドワでした。